おはようございます。今日はですね、こちらのハダイコンの収穫を今しているところなんですけど、約1ヶ月ぐらい前に種をまいたところのハダイコンです。ハダイコンつってもこうやってね、大根っぽくなってるんですけど、ほとんど植えてから何もしてなかったんで、葉っぱがねこうやって虫に食われてることがあるんですけど、はい、結構ねボリュームとかもあるので、家庭菜園とかだとおすすめかなと思います。で、次はここにごぼうとかを植えていきたいので、本当は収穫しちゃいたんですけど、そんなにね食べれないので、こんぐらいかな。はい、で、ここにね株が少しなってるんですけど、あ、ちゃんと株の形になってる。結構綺麗になってますね。こんな感じですね。はい、でこちらがサラダ大根なんですけど、葉っぱはねでかくなってるんですけど、少し小さいかな。ちょっとまだかなって感じですね。なんかあの葉大根とあまり変わらないぐらいのサイズなんですけど、とりあえず少し収穫して食べていきたいと思います。こんな感じです。またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。やっぱちっちゃいですね。それじゃ、バイバーイ。